ステ活のキッチン編の完全版市内なんですね。え、しないんですか？私めっちゃってますけど。ハロー、こんにちは、えつこです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで今日もやってきました、完全版ですよね。今日は何の完全版かと言いますと、ステ活のキッチン編の完全版というお話をねしていこうと思います。でもこのねキッチンって私たち毎日使うでしょ。特に主婦の方、女性の方というのはね大事な場所だと私は思ってるんですよね。まあ男性でもね料理される方だったらキッチンってやっぱりすっきりしてたりとか快適な空間ってすっごい大事だと思うんですよね。それによって、あ、やっぱり美味しいもの作りたいなとか、まあ、そのね快適な空間かどうかで、あ、またここでねご飯をね作りたいな、美味しいご飯を家族のために作りたいなっていう風になると思うんですよ。だけどキッチンがごちゃごちゃしてるとね、あ、もうめんどくさい、もういいや、カップラーメンにしようみたいなね、こんな感じになりませんかっていうことなんですよ。だからやっぱり私たちってこの住んでる環境、普段使ってる場所の環境ってめちゃくちゃ影響を受けてるんですよね。だからやっぱり部屋の中もパーンとすっきりしてたり、もちろん今回お話しするキッチンもすっきりしてると、あー、また使いたいなっていうふうに思うわけですよ。ということで今日はもう私たちの生活、生きていく上には欠かせないキッチン編というお話をしていきたいと思います。いますので、今まさにステ活されている方、そして今からしようと思っている方、そしてもうある程度済んだけれどもやっぱり見直したいと思っている皆さんに向けてお話していこうと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、私のチャンネルでは皆様の運気アップや人生好転に向けて様々な内容を配信しています。潜在意識や脳科学の知識を組み込んで多面的にお話しますので、ぜひ公式 LINE お友達になってください。公式 LINE ではお茶会や無料勉強会のご案内をさせていただいてます。そちらでは皆様と直接交流することできますので、ぜひ遊びに来てください。はい、ということでね、早速このキッチン編行きたいと思うんですけどね、結構このキッチンもねごちゃごちゃしやすくないですか。うん、私たちって溜め込むの大好きなんですよね。だから何かの時のためにってストックであったりとか食料品も安くなってたら、あ、多いに買っとこうって言って買ったりするんですよね。うん、まあ、だからそれはもう人の本能なので、まあ、仕方がないっていうところなんですけれども、その本能に従ってると結局はもう貯めて貯めて貯めてっていう感じになって、もうすっごいもうパンパンな状態になってません？冷蔵庫、引き出しはもちろんなんですけれども、キッチンの上っていうんですか、このなんか調味料とか置いたりとかしてもごちゃごちゃしてたりとかね、もうお皿もいっぱいあったりとかね、しません？ね、もうこういうのでなりがちなんですよね。ということで、そのね断捨離捨て活をされている皆様はやっぱりそういったね、まあ、トラップにはもう引っかかってほしくないので、この動画を機にぜひご自身のね、まあ、キッチンをねしっかり見直していただきたいなと思うわけなんですよね。まず大原則からお話をさせていただきたいと思います。こちらはね、私ね、あの服の時にも話してるんですけれども、結局はなんとなく断捨離捨て活やってもすっきりしないんですよね。なので基本的には量とか数を決めましょうっていうお話をしてるんですよね。うん、まあ、気になる方はその、ね、洋服編も見ていただいたらいいと思うんですけれども、このキッチン編も結局は一緒です。要は量を決めましょうっていうことなんですよね。でまずこのね断捨離捨て活が初心者の方に関してはもうねこちらです、半分にしてください。つまり全てのものを半分にするんだというふうにまず頭の中にね叩き込んでくださいね。うん、なんかこれいるかないらんかなってやりだすと、結局は人ってやっぱりいるよなっていう方を大体選ぶんですよ。でこれだとねもう捨てれてね2割とかなんですよ。でね2割捨てれたぐらいでね全然すっきりしませんのでね、意味がないんですよ。うん、だからもう本当にねすっきりさせたい、今回だけはねもう決断して本気の捨て活やるぞみたいなね、そんな方がいらっしゃったら、ぜひこのまず半分にするっていうのをやっていただきたいんですよね。本気の捨て活じゃなかったにしてもね、そのすっきりさせたいんだっていう方、もうこの方も一緒、もうとにかく半分にしてくださいっていうことなんですよね。それぐらい私たち物を持ちすぎなんですね。でじゃあこれは何をね半分にしていくかと言いますと、量と
買う頻度、これをね半分にしてくださいってことなんですよ。買う量はわかるじゃないですか。だから買い物行っても、なんか本当に欲しいものとか本当に必要なものだけを買っていくっていうことですよね。なんか安いから買っとこうとか、あ、これ半額になってる、今のうちに買っとこうとかね、そういうのはやめましょうってことなんですよ。でね、もちろんね、今日それを食べますとかね、明日絶対にこれを食べますだったらいいんですよ、もちろん全然 OK ね。ただ安いからっていう理由だけで買うのをやめましょうってことなんですよね。結局物増えて、結局食べられないまま終わったりしたことないですかってことなんですよね。だから今日明日、そしてこの数日以内に必要なもの、その量を買うっていうことなんですよね。まあこれはもう皆さんね、まあよく聞く話だと思いますし、なるほどそうですよねって思うと思うんですよね。じゃあね、その次のこのね、買う頻度なんですよ。ここをね、コントロールちょっとしてみませんかってとこなんですよね。例えば主婦の方だったら毎日買い物に行くのが当たり前です。なぜならば今までそうしてきたからですっていうのないですか。でも本当に毎日行かないといけませんかってところをね、見直していってほしいんですよ。意外にね、毎日行かなくても2日に1回とか3日に1回でも十分だったりするんですよね。だからその買う頻度っていうのを減らしていくってことです。でもちろんね、もう今の時点でもう週に1回まとめ買いしてやってますっていう方は全然いいと思うんですけれども、なんだか分かんないけどもう習慣なんで毎日ねスーパーに行ってるんですよみたいな、そういう方はちょっとそのね、買う頻度ね減らしてくださいってことなんですよ。もうそれだけでもうなんかそう、家の中に溜まってくる食料品とかストックとかいろんなもんがね減っていくんですよ。まずここをね、もう本当に見直していただきたいなというふうに思うんですよね。だから基本的には物を手放していくときは半分にする、もうこれはどの分野においてももう鉄則だと思ってください。でもちろんこれね、上級者の方だともうすでに、ね、半分以上減ってる方いらっしゃると思うんで、またその方は別だと思うんですけれども、基本的にやり出したばっかりとかね、今やってる最中でなかなか手放せない、もうこういう方は半分にしてくださいねっていうことになります。そしてそれに伴って量、買う量を減らす、余計なものを買わないでね、これね、おすすめはね、スーパーとか、まあ、コンビニとか行くときにお腹が空いた状態で行かないっていうことをね、やるだけでも無駄なものを買わずに済みますのでね、ぜひねやってみていただきたいんですね。そしてその買い物に行く頻度、これを減らすです。まずは半分にしてみましょうということですよね。だから毎日スーパー行ってる人は2日に1回で、2日に1回行ってる人はまあ3日か4日に1回だけ行くというふうに半分にしていくっていうのを心がけてみてください。はい、そしてまあ今ね、食料品のお話してるので食料品のお話ちょっとしていこうと思うんですけれども、基本的にはまあこの冷蔵庫の中に食品があるか、それともまあストックとして何か持ってるかってことですね。例えば缶詰とか瓶とか、まあペットボトルのお水であったりとか、そういうものですよね。あとは乾物系ですよね。でもそういうものをいくつかストックとしてお持ちという方が多いと思うんですよね。でまあ私たちで地震ねある国に住んでるから、やっぱりこう缶詰などはね多めに持っておきたいっていうふうに思うと思うんですよ。でそれはもちろん持っててもらっていいわけですよね。なんですけれども、今日はせっかくこの動画を見ていただいているので、この基準で行ってほしいっていう基準をお伝えしようと思います。まず冷蔵庫が空になるってことですね。まあこれはつまり空になったら買い物行ってください。これぐらいでいいんですよ皆さんね。その時にね、冷蔵庫空になったら行くのはちょっと厳しいなって思うと思うんですよね。だけど心構えはこれで行ってください。まだ冷蔵庫の中にあるのになんで買い物行くんですかってとこなんですよ。なんでそのある食材を使い切らないんですかってことなんですよね。まずせめてね2割とか1割、あ、もうちょっともう今日の分しかないよなと思ったら買い物に行く、もうこれぐらいでいいんですよね本当に。だからこれぐらいやと多分ね、この買う頻度ってめっちゃ減ると思うんですよ。もうなんか自然に減るっていう感じなんですよね。冷蔵庫が空になってから行く、これができる方は絶対これやってほしいんですよ。めちゃくちゃね無駄遣いなくなりますのでね、めっちゃおすすめなんですね。そしてもう一つですね、ストックがなくなったら
買いに行くっていうことです。まあこれは冷蔵庫が空になったらというのと一緒なんですけれども、ストックもなんかあこれ安いから買っとこうとか目についたら買ったりするじゃないですか。そして家帰ってみたら同じのあったわっていうことないですか皆さん、特にこの乾物系とかってそうなんですよね。もう私もね間違って買ったりするんですよ。だからちゃんとストック見とけっていう話なんですけれども、それぐらいやっぱり私たちってなんか貯めたいもしもの時のためにっていうふうになってしまうんですね、だからこのストックがないのかどうなのかをしっかり見る。だから、ね、逆に言うと冷蔵庫のものもなくなってきました。そしてストックも一回見るんですよ。そしてあまだそばがあるなとかまだシーチキンがあるなとかそういうのがあったらそれを先に使ってしまうっていうのをやるんですよね。それもなくなったらじゃあもう買い物行こうかみたいな感じ。これぐらいやるとね、ほんまにこの買う頻度めちゃくちゃね減っていくと思うんですよ、だけどもとにかくこのねストック大好きね私たち、もうそれをねひとまずやめたいということで、結構強制的なんですけどこれぐらい縛っていかないとどん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 ね多層多層ってしてしまうので、まずこの食料品をねきっちり見直していくっていうのがね、私このキッチンを見直す上でめちゃくちゃ大事だと思ってるんですよね。もうだってキッチンって何するかって言ったら食べ物を作る場所ですよね、ということは食べ物がメインですよね。だからそのまず食べ物に着目しっかりしていくっていうのをやってみてください。これは毎日気をつけれることじゃないですか、だからもう絶対ね誰にでもできると思いますので、ぜひねやっていただきたいなと思うんですね。そしてこのね星印なんですけれども、なんとかが先って書いてますけど、これは捨てるが先ということですよね。この食品で言ったら使うっていうことですよね、食べてしまうっていうことなんですよ。もうこれをとにかくね入れる前にやってってことなんですよ。もうさっき使ってちゃんとその賞味期限が切れてるのとか絶対出てくるんで、それあったら絶対捨ててってくださいねってことなんですよね。とにかくもう出す、そして入れる、もうすべてこの順番になりますので、ぜひこれをもう鉄則としてね覚えていただきたいなと思うんですね。で今からもうちょっと細かい分類に分けて一つずつ解説していこうと思います。ということでまずね冷蔵庫編というお話をしていきたいと思うんですけれども、まずこの1番に関してはもう皆さんご存知だと思うんですね。もう賞味期限が切れてる、もう捨ててくださいなんですよ。で私はね乾物の場合でもねもうね捨てます。それはね1日2日やったらもう今日食べようでいいと思うんですけど、うわーもう1ヶ月も2ヶ月も前のやわと思ったらもうね手放してくださいってことなんですよね、だからもうその賞味期限切れてる、切れかけやったらもうやっぱね今週中に食べましょうよってことなんですよね。で今週中に食べる予定がないであればもうね手放していきましょうってことになります。もうこれはもちろんね食べれると思うんですよ、ずっと置いといても。だけどやっぱ嫌でしょ。まあ乾物やったらね結構ずっと置いといてももちろん食べれるんですよね。だけどそうやってずっとストックして要はもう賞味期限切れるまで置いてたわけですよね。じゃあそのまままた置いといてまたね1ヶ月2ヶ月3ヶ月半年ぐらいねどうせね放置するんで、じゃあその時捨てるでしょ。だからもう何ヶ月も使ってないってことはもう使わないんですよ、食べないってことなんですよね。なのでそれがどうしても嫌なんであればもうそれこそ今日食べてくださいってことなんですよ。それができないんであればもうね潔く手放していってくださいということになります。そして2つ目ね、このね保冷剤とかついてるタレとかあるじゃないですか。これね私ちなみに保冷剤ゼロなんですよ。まあそういうものを買ってないからっていうのもあるのかもしれないんですけれども、もうないんですね、もうゼロゼロって感じで。昔はねこの冷凍庫にねなんかいただいたやつとかねこうやっても入れてたわけですよね。でも保冷剤私何個持ってんのっていうぐらいめっちゃ数あったんですよ。でもそれもまず半分に減らしてってやっていたんですよね、でも結局半分に減らしてもこれいるん私っていうふうになってきて、でも結局全部手放したっていう感じで、もう今はまあ
引っ越してきて、もともと保冷剤がないので、まあ、ゼロっていうことなんですよね。別にいいわっていう感じなんですよ。使わないんですよ結局ね。もちろんね、これお子様のお弁当で使うとかそういう方はその必要な分だけ残してくださいね、それ以外はもしもの時のためにはもういいんで、もうそれも手放してください。とにかく必要な分だけ残すということですね。でこちらのタレとかのわさびとかね、醤油とかあるでしょ、これももうそのついてきた時に使ってください。それでなければ結局使わないんですよ。いやもちろんね、いつか使うかもしれないじゃないですかって思うんですけど、いつやねんって話なんですよね。もういいじゃないですか、手放していきましょう。だってわさびとか自分でチューブの買えばいいですよね、それでこと足りますよねってことなんですよ。醤油もご自身の家でお持ちですよねってことなんですよ、だからそういった付属品、私はこれはその場で使い切るか手放すっていう風にしています。結局使わないのが分かってるっていう感じなんですよね。でそういうのって細かいでしょ、でもなんかどっかに行くんですよ。で冷蔵庫のどっか片隅に追いやられて、結局分からなくなって使わなくなったりするので、もうこれも手放すっていう感じですよね。そして3番目ですね、しなびた野菜ということで、これもね結構葉物って放置してるとどんどんしなびていくじゃないですか、だからもう、もうなんか見てて分かるでしょ、もうなんかしなびたなこれみたいな、そういうのはもう今日使ってしまうかもういいかということで手放すというのをやってみてください。もうそういうのでも本当にお味噌汁の中入れたりとか、それでいいじゃないですか。だからそのなんかもうしなーんってしてきてもう元気がない野菜たちっていうのはもう今日使うかもう手放すっていう風にしていってください。そしてこの4番目ですね、丸々しないっていうのは冷凍しないなんですね。でこれ聞いて、冷凍しないんですか、私めっちゃ冷凍してますけどっていう方いらっしゃると思うんですね。特にご家族がたくさんいらっしゃる方って、まあ、仕方ないと思うんですよ私も、でこれをねゼロにしてくださいはないんですけど、冷凍食品がねある程度溜まってきてるんであれば、もうそれを先に食べてくださいなんですよ、一番最初の冒頭でお話したみたいに基本は半分にしていくんですよ。で冷蔵庫冷凍庫の中身がなくなったら買い物に行くんですよ、だからもうこの冷凍するっていう概念は基本ないんですよ。でもちろん私もねこれが年がら年中冷凍しないんかって言ったら冷凍する時あるんですよ。だけどそれは結局1週間以内に使い切ってるんですよね、だから毎回、今日は何が冷蔵庫の中あるかなって確認して、あじゃあ今日はもう行かなくていいやとかね、あこれはそろそろもうなくなってきたから今日か明日には買い物行こうみたいな感じで、とにかく冷凍庫もしっかり確認するっていうことをしてくださいね。なんか冷凍庫っていつでも食べれるわとか思ってなんかずっと放置するんですよね。で結局ねなんか私も玄米とかいろんなもん冷凍してたんですけど食べないんですよね。でこれっていつ冷凍したんやっけって忘れてて、であんまりにも何ヶ月も経ってると逆に食べたくなくなりません？それなんかもうちょっとだいぶ前すぎて嫌やな、じゃあ放置みたいな感じで結局ずっと冷凍庫の中にあるんですよね。じゃあもういらないんですよ。だから本当に食品に対してはねもうごめんなさいなんですけれども、もうその冷凍庫の中とにかく定期的にもう半分に減らす、先に冷凍庫の中身のものを食べるということをぜひやってください。もうつまりは冷凍私はしませんっていうそれぐらいの勢いでいていただきたいなというふうに思うんですよね。だから私はジップロックみたいなのもないんですよ、もう冷凍する気がないのでないんですよね。だから普通に冷凍何かねお肉とかしたくなったら普通にビニール袋とかサランラップに巻いてそのまま冷凍してるっていうだけなんですよね、だからそういったジップロックとかそういう保存容器っていうのも買わなくて済むので、結局はお金無駄なお金使わなくてよくなるってことなんですよね、だから冷蔵庫の中身としては基本的に今から物を手放していくっていうんであれば、こういったものを基準にしてぜひ手放していってください。はい、ということで続きましては調味料に行きたいと思うんですね。でこの調味料ももう人によってこの数って全然違うと思うんですよね。で私なんかはすごい凝ったもんとか全然作らないんで、もう塩と胡椒と醤油とでそのもんなんかそんな感じなんですね
もうめっちゃなんか質素なんですよね、うん、だけどなんかお料理が大好きな方とかなんか凝ったものを作りたいとかね、そのスパイスたくさんあったりするじゃないですか。だからこれまあ人によって結構違ってくるとは思うんですけれども、基本的なまあ基準としてこういった基準で分けていただけたらなと思うんですね、まあ、まずはこれですよね、数回しか使っていないもの、もう絶対手放してください、うん、使わないんで、うん、じゃあ使うんであれば今週使ってくださいなんですよ、うん、ですよね。で使わない、今週使う予定がないんであれば来週も使う予定ないです、で再来週もないということで、もうとにかくこの数回しか過去に使っていない調味料手放していきましょうということですね。でおそらくなんですけどね、この数回しか使ってないということはね、もう賞味期限もう切れかけだったりとか、もう切れてるかもしれないんですよね、むしろ、うん、なので本当にね、というかもう数回しか使ってないってことはもういらないんですよ。もしその調味料が必要な料理をしたくなったら、もうその時に買ってくださいということになります。この調味料ってごちゃごちゃしてるし、結構キッチンのこのなんか机のテーブルの上とかに置いてるでしょ、うん、なんか邪魔なんですよねもうそことにかくねすっきりさせていきたいので、その調味料多い方特にね、もうこの数回しか使ってない調味料どんどん手放していってください。はい、そして2番目はもう賞味期限ですよね。もうこのキッチンに関してはもうこの賞味期限っていうのがもうねずっとつきまとってきますよね、結局のところ、うん、だからそれぐらい私たちってもの使ってないんですよ、うん、だけどもう使ってないけどなんか買ったからもったいないなと思ってそのまま放置してる、もうこのパターンがめちゃくちゃ多いので、とにかく手放していってください。はい、ということで次は保存食とかストックということですよね。まあこちら先ほどもちょっとお話ししたと思うんですけれども、基本的に私たちってストックとか大好きなんですよ。なんかの時のために持ってたいっていうふうに思いますよね。でまあ私たち実際に地震も経験してますから、やっぱりこうまあ怖いなと思っていろんなものをストック多くしたいっていうふうに思うと思うんですよ、うん、なんですけれども、この保存食とかストックですよね、これもねしっかりね見直していきましょうっていうことなんですね。じゃないと無駄にスペース取ってるはずなんですよ、うん、だってこれずっと置いてるでしょ、その分のスペースで絶対空きませんよね。だからこれちょっと定期的に見直した方が私は絶対にねキッチンはねすっきりしていくと思います。ということでまずねこの缶とか瓶とか、まあ、お水ですよね、うん、もうこれに関しては半分にしていきましょうということです。まず半分にする、まあつまりは今週に使うっていうことですよね。まず半分にしてみてくださいと、うん、でねそれでちょっと様子見てみてくださいということなんですよね、うん、別にあ全然平気かなと思ったらもうそのままいけばいいんですよ、うん、だからそのご自身が持ってるストックね結構多いんちゃうかなって自分でわかると思うんですよ。例えばね缶が1個とかね水1本別にいいじゃないですかこれですよね。だけどなんか知らんけどシーチキンの缶が20個も30個もあるとか水のペットボトルが10本以上あるってなったら結構多いですよねこれ。なのでまずはこの缶を半分にする、つまりはご自身で今週中に食べるっていうことですよね。でこのストックを減らしていくっていうことです。で水もそうですよね、まあ、10本例えばペットボトルがあるんであれば5本は使うというふうにしてみてください。でどうしてもね不安やっていう方はそれはまたね新しくもう来月以降買ってくださいっていう感じなんですよ、うん、もうとにかく今月はもう今は減らす、ここに集中していただきたいってことなんですよね。足さない、もうとにかく出すっていうことね、もうこれが基本的にはもう捨て活断捨離の鉄則なので、もうとにかく今月は出し切るぞみたいな感じでまず半分にこの保存食とかストックというものを減らすということをやってみてください。はい、そしてこのねお箸とかスプーンって書いてるんですけど、これは家で使ってるお箸スプーンもそうなんですけれども、コンビニとかでもらうお箸とかスプーンのことです、うん、でご自身のお家で使ってるお箸も実はね半分ぐらいにしてほしいんですよ、うん、多分ねご家族の人数の倍ぐらいのお箸ないですか
ですよね。でこのお箸も結構定期的に入れ替えた方がよくって、結構剥げてきたりするじゃないですか。だからそれをちゃんと見直して、ああもうじゃ あもうそろそろ剥げてきたからもう入れ替えようかって言って、ご家族の人数分プラス2000ぐらいでいいんじゃないかなというふうに思います。うん、だからこのお箸の量ですよね。あとはスプーンとかフォークの量ってことなんですよ。うん、これもなんかこういろんな大きさのフォークスプーンってあるじゃないですか。ほんまにそのスプーンこんだけいりますかなんですよ。多分半分ぐらいに減らしても結構平気やったりします。うん、だから普通のご自身がいつも使ってるお箸スプーンに関してもまずは半分、家族の人数によると思うんですけど、その人数プラスアルファちょっとだけ、ここまでまず減らすっていうのをやっていただきたいなと思うんですね。そして今からお話しするのはコンビニとかでもらうスプーンとかお箸です。それに関してはもうね、お箸はねもうね数本だけ、何十本ってあったりしません？もったいないからね、なんかもらっては取っとくみたいな感じなんですよ。でもね結局ね、そのお箸っていつ使うんって思ったことないですか？で例えばスーパーとかできっちり売ってるお箸、来客用のお箸みたいなんてありますよね。それは残してていいんですけど、まあ、それももう数本ですよ。残してていいのは基本的にはもう数本です。うん、そんなに行さんね20本も30本もいらないんですよ。うん、だからとにかく数本で、ね、特にねこのコンビニでもらうお箸、これねお客さんに出せますかってことなんですよ。出さないと思うんですよね。じゃあいつ使うんですかってことなんですよね。うん、だからそれこそ毎日このお箸を消費するために自分が使うんであれば私別にいいと思うんですよね。それをできるんであればそうしてください。それをしないんであればもう本当に数本だけ残して、あとは手放すっていう感じが私はいいと思ってます。そしてこのコンビニでもらうスプーンとかフォークですよね、まあ要はプラスチックのやつじゃないですか。もうこれはね全捨てです。使わないんですよ。だって家で例えばデザート食べるとか、そんなんわざわざこのスプーン使いますって感じなんですよね。うん、だって普通に家にスプーンあるじゃないですか。じゃあそれで良くないですかっていう感じ。だからもうこれも全捨てです。で、ね、いやうちはねピクニックにね行くんですよとね、だからその時これ使うんですよね。じゃあねその時100均行って買ってくださいってことなんですよ。うん、もうとにかくもうね手放していく。もうだって今いらないんですよね。今週使わないんですよね。じゃあいいじゃないですか。だっていくらでも100円ショップ行って売ってますよねってことなんですよね。なのでそのコンビニスーパーでいただいたプラスチックのスプーンとかフォークですよね、もうこれに関してはもう全捨てにしていきましょう。はい、ということで次は食器棚ですよね。まあ要は食器とかマグカップとかコップとかそういうものですよね。うん、こちらに関してはまず1番目は割れそうなものとか割れているもの、もうこれは手放していきましょうということですよね。まあ当たり前なんですけど意外に使ってしまうってところなんですよね。なんか昨日も使ったから今日も使うみたいなね。うん、でそのなんかちょっと割れそうなのもなんか当たり前になってきましたみたいなね。こんなんないですか？うん、だからそのご自身にその割れてる食器を使ってるのが自分らしいんだっていうのをずっと刷り込んでるみたいなもんなんですよね。でそれ嫌でしょ。だってそれってお客様にその食器出せますかって言ったら出さないはずなんですよ。じゃあなんで自分に出してんの？よーく考えてほしいんですよ。うん、つまり自分は大切な存在なんだっていう風に認識してないってことになるんですよね。これめっちゃ怖くないですか？うん、なんか私は割れてるお皿を使うのが私らしいんです。嫌でしょそれ。本当にそうなりたいですかってことなんですよ。だからそういった割れそう、もう割れてるお皿はもう絶対にね手放さないといけないと思うんですけれども、割れそうなお皿、うん、あともう古びたお皿とかももうこれも入ってきます。まあ何年ももう使ってて、なんかこう今見てもときめけへんなっていうものないですか？うん、だからそういったなんかこう出てるんですよね、結局物からオーラじゃないんですけど自分が感じるはずなんですよ。うん、だからこの割れそうとか割れているものっていうのはもう物理的に危ないですし、ご自身の潜在意識にずっとその私は価値がないんだっていうのをね刷り込んでるのと同じなんですよ。うん、だからもうとにかくこういったものは即手放していってください。はい、そしてこのね2番目、数ヶ月に一度しか使われないお皿、食器ということですよね。うん、お客
客様が来た時に出しますっていうんであれば、なぜそれを毎日使わないんですかってことなんですよ。まあ、これはさっきのねお話した一番にも通じていくとこだと思うんですけれども、なぜお客様に出すようなその数ヶ月にね一度しか使わないんであれば、なぜ今使わないんですかってことなんですよ。だからそれで、あ、なるほどと思って、やっぱり毎日使いますんであれば、ぜひ使ってくださいってことなんですよね。だけど、その数ヶ月に一度しか使わないお皿、もうなくてもいいんですよねってことなんですよ。だって、数ヶ月に一度しか出てこないってことは、年に3、4回ですよね。3、4回しか使わないお皿、365分の3か4なんですよ。365分の4ですよね。なくて良くないですかってことなんですよ。そんだけ大事なお皿なんであれば毎日使ってください。そうじゃなくて、なんかわからんけどあるから、まあこれ使っとくか、数ヶ月に1回とか言うんであれば、もう手放すということになります。まあ手放していく対象に全然入っていくということですよね。はい、そして3番ね、いただき物ですね。はい、もうこれあるあるだと思うんですよね。結婚式の引き出物とかね、まあ誰かから結婚のお祝いでいただいたとかね、そういうのあるじゃないですか。で、このいただき物っていうのも手放しにくい一つだと思ってるんですね。まあ、要は思い出の品とか、まあそういった分類に入っていくと思うんですよ。なんですけれども、このいただき物ね、これも手放していく対象です。で、まず一つ目としては好みのものですね。自分がそれを見てすごくときめくとかワクワクするとか、毎日使ってる、もちろん OK ですよね。うん、そのまま使ってくださいっていうことになるんですよ。だけど好みでないっていうのないですか？なんかいただいたし、まあ高級って聞いたからなんとなく使ってます、でも自分は別にこれ好みじゃないんですよねってやつですよ。これに関しても×ということで手放していきましょうってことなんですよ。だってパッと食器棚開けた時に好みじゃないお皿があるとね、気分下がるはずなんですよ。で、これね、無意識なんで、自分の意識には上がってなかったにしても、自分の潜在意識とかを気づいてるって感じなんですよね。だから、もうそういった、あ、なんかちょっともやっとするじゃないけど、好みじゃないものがあるんであれば、もうそれは高級であろうが、いただき物であろうが、結局は手放していくっていうことなんですよね。なんかまあ、このいただき物っていうのは結構苦戦すると思うんですけれども、ご自身の内面がもう分かってるはずなんですよ。あ、これワクワクするとか、いやこれちょっとなって分かると思うんですよね。だから結局のところはこの自分の内面の声に従うってことなんですよ。で、それでもご自身で分かってるので、しっかりと、あ、好きやなと思ったら置いておく、で、あ、これ好みじゃないなと思ったらもう手放していくということですね。はい、ということでもう一つなんですけど、先ほどからま私が話してるみたいにもやっとするものってことです。これね、捨て活断捨離で進めていくと、ご自身で、あ、好き好きじゃないって分かるんですね。それがどんどん加速していくんですね。だから好きなものって手放そうっていう対象に入らないんですよ。だけど、これちょっとって思った時点でもうね、もやっとしてるんですよ。だからもうそういったものに関してもやっとしたんであれば、もう手放していきましょうってことなんですよね。まあ、だからこれはもう食器全般なので、グラスであったり、もちろんお皿であったりとか、まあ、全部ですよ。そういったもので、ああもうこれなんか今そうじゃないよなって感じる時あると思うんですよね。だからもう昔は好きやったけど今は好きじゃないってたくさんあるんですよ。で、それでいいんですよ。で、なんかわからんけど私たちって昔好きやったから今も好きであるべきだみたいなね、なんか固定概念みたいな入ってるんですよね。だけど全然関係ないので、昔好きやったけど今はそうでもない、いいんですよ。それが人、それがこの宇宙の法則なんでね、もうそれでよし、宇宙は常に進化していて自分も常に進化していくので、昔と同じものが好きじゃなくていいっていうことなんですよね。まあ、これが結局このモヤっとするかどうなのかっていう感情で現れてきてるということになるので、このまあ食器類も同じですよね。結局この自分の感情に素直に従うっていうのをぜひやってみてください。はい、ということで続きまして調理器具ですよね。で、あのお料理好きな方ってきっとね、調理器具こだわってるし、たくさんあったりすると思うんでね、まあ、その辺もこの見直していく対象をね、ちょっとね、ちゃんと見極めていただけたらなというふうに思うんですね。まず調理器具がほとんどない方に関しては全然いいと思うんですよ。だけどたくさんある方はね、このね、まずね、一番ね、表面が剥げてる鍋とかフライパンってことですね。これもね、ありますよね。もう何年も使ってて、なんかもう古びて
きて、なんかテフロンとかね、要は油なしでとか言ってるフライパンもどん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 なんかもう汚くなってきて、表面が結局油使わないと機能しないみたいなね、もうそうなってるフライパンとか、あとお鍋ですよね、お鍋もなんかどんどんもう錆びてきてとかね、そういうのはもうね手放していきましょうってことなんですね。やっぱり調理器具も何年かに1回は買い替えた方がいいと思うんですよね。で本当にすごく長持ちするステンレスのお鍋とかあるじゃないですか、それに関しては何十年ってね持ちますし、ちゃんとメンテナンスすれば常に綺麗に保てると思うんですけれども、そうじゃない場合に関してはとにかく表面が剥げてきたなとか汚れてきたな、汚くなってきたなっていうんであれば、もう手放す時ということになります。はい、そして2つ目ですね、サイズが合わない蓋ですね。だいたい鍋と、蓋ってセットじゃないですか、だけどその蓋はあるけど、これどの鍋やったっけとかね、なんか分からなくなってる蓋とかないですか。もうその蓋結局使わないんで、もうこれだけあっても仕方ないからね、もうこの蓋はもう手放していきましょうということになります。はい、そして3番ですね、数回だけ使用した器具ということです。よくないですか、このためだけに買った器具みたいなね。例えばパンを作る器具とか、あとはこのレモン絞る器具とか、私前持ってたのがゆで卵をスライスする器具っていうんですか、あれ結局なんか数回だけ使ったんですけど、それ以降全然使ってなくて、結局手放したって感じなんですけれども、そういったなんか数回しか使ってない器具ですよ。でいつか使うかなと思ってるけど結局使ってないっていうのね、いっぱいあると思うんですよね。だからそれもちっちゃい器具から大きな器具まであると思うんですけれども、過去に結局数回しか使ってない、だけどいつか使うかなと思ってるもの、これがもう対象になってきますので、潔く手放していきましょうということですよね。はい、そして4番目はですね、お玉とかこういう菜箸とかないですか、こうフライパンにこうひっくり返すやつとかね、これもね基本的にね数個でいいんですよ。なんかこれが例えばお玉がもうね 3,4 個あるとか、私もそういうタイプだったんでめっちゃわかるんですよね。だからあったらあったで、使えるし、なんか邪魔にもならないし、いいんじゃないのっていう感じなんですけれども、このねお玉とか菜箸に関しては2個までにしていってください。でも大家族でね、もううちは6人7人家族なんですっていう方はこれ3つぐらいにしていってもらっていいと思うんですけれども、普通のご家庭であればもうね2セットもあれば十分なんですよね。で私はお玉は1個しかないんですよ。で菜箸も2セットかな、もうこれで別にこと困ってないって感じなんですよね。でも味噌汁のお玉ともう一個お玉いるんですよね、じゃあそのお玉ねちょっと洗えばよくないですかっていう感じなんですよね。私はそんな感覚なんで、もう私は1個でいいなっていう感じなんですよ。で今んとこそれで生活してみて困ってないんですよ。でどうしてももう一個必要やと思ったら、2セットまで OK ということでもう1セット買ってもいいかなと思うんですけれども、あんまり結局使ってないっていうか、結局全然1個でもことは足りるってことなんですよね。だからとにかく1個がねちょっとそれではなと思う方はもう2個までということで、ぜひそのねもう何個もあるお玉、何セットもある菜箸、ぜひ2セットまでということにしてみてください。はい、ということで続きましては保存容器のお話をしていきたいと思います。こちらのお子さんいらっしゃる方はね、結構保存容器とかお弁当箱とかたくさんあるんじゃないかなと思うんですよね。なんですけど、これもしっかり見直していきましょうってことなんですね。まず一番最初は容器自体を数個だけにしてくださいってことなんですね。でこれ冷蔵庫に保存したりとか、その本当にお弁当とか、ピクニック行く時に使ったりっていうのたくさん種類があると思うんですけど、そのお弁当は必要な分ですよね。それはいいとして、その保存していく容器だと思うんですけど、そんないりますかなんですよ本当に。だからそもそもそんな保存をしないといけないぐらいなぜ作ってるんですか、ってことを、そこをもう基本的に抜本的に見直していただきたいんですよね。さっきの冷凍食品のお話と同じなんですけど、なんでそんなに冷凍するものがあるんですか、なぜ食べきらないんですか、食べきれないんだったらなぜその量を作るんですかなんですよ。ここがもう抜本的に変えないといけないところなんですね。だからたくさん作ってしまう、今までの癖でたくさん作ってしまうとか、たくさん保存してしまうから保存容器がいるんですよねってことですよね。これほんまにいるんかっていうところなんですよ。
だからもう本当に容器数個です。もう私が言ってる数個は本当5、6個って感じなんですよね。そんないらないですからねってことなんですね。だからもうここまでまず絞っていってくださいですね。でも行さんある方、この方は多分5、6個っていうとねビビると思うんですよ、だからその方ねまず半分手放すっていうのをやってみてください。そして、はい、2番目としては蓋がないものはもう前世ですね。ないですかこういうの。容器あるけど蓋どこやったっけとか、蓋あるけどこの容器どれやっけ、これもうこれが意味不明のやつは即捨てということになります。もうこれもとにかくその考えてる時間もったいないんでもう即捨ててくださいね。はい、ということで続きまして3番目は保存用の袋ってありますよね。よく、まあ、ジップロックみたいなやつがあるじゃないですか。でそういうものは何枚までということで5枚ですあの5枚もいらないんですけどね本当は。なんでそんな保存してるんですかなんですよそもそも、なんでラップやとダメなんですか、なんで普通のビニール袋だとダメなんですか、なぜその保存用の袋がいるんですかっていうところにね着目していただきたいんですね。だからその保存するっていうのは長期保存っていうふうに考えるとなんかそういうね専用の袋があった方がいいんちゃうかなと思うんですけど、なぜ長期保存するんですかと、なぜ今日食べれなかったものを数日以内に食べきろうとしないんですかなんですよね。だからもうとにかくこの保存用の袋ももう5枚まで、そしてこの容器ももう数個、だからこれも5、6個ということなんですよ。結局もうそれぐらい絞っていくと、そうなったらそうなったで私たちすごくってそこに適応できるようになるんですよ。すごくないですか。だから結局それが環境なんですね。だからあればあるほどどんどんこの資源っていうのをね使いたくなるんですよ。これあのパーキンソンの法則っていうのがあってね、あのお金とか時間とかってね、まあ、資源なんですよ。何でもいいんですけど、そういうものがあればあるほど使いたくなるし使えてしまうんですよ。だけどそれがなかったらなかったでしっかりとスマートに生きることができるんですよね。例えば時間もそうで、例えばミーティングをねいつも1時間しますと、で1時間あると思うからダラダラやるんですけど20分だけですって言われたら20分でパーンと必要な要件とお互いにディスカッションできるはずなんですよ。だけど1時間と思うとダラダラするんですよね。お金もそうなんですよ。あればあるだけ使いたくなってくるんですよね。だからこれも一緒。だから容器もあったらあっただけ、あなんか保存しなあかん気がするみたいな感じになってくるんですね。だからこれを避けたいのでとにかく極限まで減らすというのをぜひやってみてください。はい、ということで、まあ、その他のお話をしていこうと思うんですけれども、例えばお料理好きな方やとね結構料理本ってねたくさんあったりすると思うんですよね。でこの料理本に関しても絶対に、まあ、断捨離捨て活の対象にはなっていくわけなんですよね。でも料理好きな方ってそれはやめてみたいなね、いやこれは私ちょっとないるような気がするなっていう場合たくさんあると思うんですよね。なぜかというといつか作るかもしれないからなんですよ。だけどね今ってね料理本なくても結構ネットでね見れませんかってとこなんですよ。その料理本を見るっていう方はだいぶね減ってきてるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、とは言っても料理本好きなんですっていう方もいらっしゃると思うので、ぜひねこのね期限っていうのを今回はね設けたいと思っています。それは半年以内に使ってない料理本ということです。半年以内に見てない料理本があればもうそれは手放しましょうということなんですよね。半年以内見てなかったらもういいんじゃないですかってことなんですよ。で例えばいやこのねクリスマスはね私このねターキーとかチキンを焼くんですと、その本は手放せませんっていう方がいたらそのページだけ切り取ればいいんですよ。でそのページだけ切り取ってあとは手放すっていう感じですよね。それで全然いいですよね。だって必要なのはそのページだけですよね。あといらないじゃないですか。だからそういう感じでどうしても必要なものだけは切り取ってあとは手放していくっていうことですね。で基本的にはもう半年以上見ていないもの、つまり半年以内に使っているものだけを残してあとは手放すということになります。はい、そしてねこの2番のスーパーの袋ですよ。これはねもうあるあるの話だと思うんですよね。私たちねスーパーの袋ねもらったらね貯めますよね。で今ってスーパーの袋あの有料になったじゃないですか。なんか前ほどは溜まりにくくはなったんじゃないかなと思うんですけど、とは言っても溜まりますよねってことですね。でこれに関してはねもう数で決めていくって感じなんですよね。もう10個までです。10個以上になったらもう手放してください。
もうこんな感じ、うん、もうだから容量オーバーって感じなんですよね、うん、だから何でもかんでもね、もう積みりゃいいみたいなね、もうもらっとけばいいみたいなね、その精神を手放したいっていうことなんですね。10個に来たらちゃんとどんどん使っていくっていう方を最優先していくってことですよね、うん、もうそれをとにかくもう数決めてきっちりやるっていう方が私は絶対にすっきりした生活ができると思っていますのでね、ぜひこれ参考にしていただきたいなと思うんですね。でそしてね、これないですか、お菓子の箱ですよ、うん、例えばね、誰かからいただいたディズニーランドのお土産とかね、誰かからいただいた海外のお土産とかね、なんか容器が可愛かったり箱が可愛かったりして、いやーこれすごい素敵、いや取っとこうかなっていうパターンないですかってことなんですよ。でこれは普通のショッピングの紙袋も一緒なんですよね、うん、いやこれ可愛いとかすごい綺麗とか、例えば高級店で買ったらその紙袋って残しておきたいじゃないですか、うん、なんですけどそれもね、結局はね、どん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 溜まっていく要因なんですね。でちなみに紙袋に関しては私はこのスーパーの袋と同じ考えなんですね。だから一定量だけ決めて、その分以上は増やさないっていう感じですよね。もしどうしてもいいな、これ取っときたいっていうものが入ったんであれば1個を手放していくっていう感じなんですよね。お菓子の箱ね、もうこれに関しては即捨てということですね。取ってて何入れるんですかその後って感じなんですよ。入れないでしょ、即捨ててくださいって感じなんですよね。だから私もこういただいたりするんですね。でもちろんその食べてる間置いときますよね。だけど食べ終わったらもうすぐ捨てるんですよね。これなんか入れたらいいんちゃうかなとかね、ちょっとよぎりますよね、なんか自分の中で。だけどもう私はもう即捨てっていうことで、そういうなんかの容器とかそういうものはもういらないっていう感じなんですよ。そういうものは結局使わないんで、うん、なんかねこうね、容器があるとね、私たちね入れたくなるでしょ。だから結局なんかまた新しいもの買ってその中に入れ出すんですよ。だからそれをしたくないということで、基本的に容器はいらないってことなんですね。だから例えば食器棚にしても、もし付属の食器棚であればもうそこにねこうお皿入れたりすらいいと思うんですけれども、自分で食器棚をお持ちであれば、その食器棚を生活の対象にするって感じなんですよね。その大きな食器棚があるから、つまり大きな容器があるから、なんか入れたくなってくるんですよ。こんな感じなんですよ。だからそれをやめたいので、とにかく容器と言われるものはすぐ手放すっていうのが鉄則ということになります。はい、いかがでしたでしょうか。またね、感想や質問ありましたら皆様コメント欄活用してみてください。また今日の動画がちょっとでもいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録で応援していただけると励みになります。ということで今日は捨て活のキッチン編完全版というのをお届けしました。ぜひ皆様の捨て活にどんどん活用していってください。でね、何回もね、こういう動画ね、もうね、捨て活しながら聞くんですよ。ご自身の中にどん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 腑に落ちていきますので、もう本当 BGM としてこちらの動画を活用してみてください。はい、今日の動画以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you!